られますか、大体。2年半かな。まあ、もう2年半、はい、もう経たれて、うん、はい、で、まあ、その時にあの、うん、家を建てる際にこうこだわったポイントとかってございましたか。あ、こだわったポイント、うん、こだわったポイントは、うん、ここ北側道路なんです。あ、はい、南側にお家があって、はい、普通だったら2階にリビングを置かないと光が入らないんですけど、お仕事、家で仕事を、人が来るような仕事をしてるので、1階どうしても1階リビングにしたくて、北側道路でも光が入るような設計をしてくれるところを探して、で、あの今の工務店が、そう、北側道路でも光が入る工夫をしてくれたんですけど、こう住まれてその後どうでしたか、そのプランにこだわって。あ、すごい、もうほぼ満足なんですけど、やっぱり、あ、ここ見落としたとかいうところはあったりしました。でもほぼ満足なんですけど、あのどんなところで、あのこのドアに関してなんですけど、このドアもここの階段が上から天窓とかつけて、光が落ちる仕組みになってて、この階段をスケルトンにして、ここが明かり取りのための階段ルームなんですけど、あの設計の時に気づかなかったんですけど、暮らしてみて分かったのが、ドアを閉めちゃうと光が入らないってことにその時は気づかなかったんです。夏はとか春と秋は開けっぱなしで過ごせるからいいんですけど、やっぱ冬と夏はクーラーとか暖房で閉めるので、はぁってこんな暗くなっちゃうんだって。ね、それじゃあご不便さをどのぐらいちょっと経験された感じですか。はい、で入居したのが6月末だったので、もうあのクーラーの季節だったので、あ、もうすぐね、すぐ夏来て、その閉めた途端にあらっていう、暗くなっちゃって、そうだったんです。で、じゃあワンクールというか一季節過ごされた感じですかね。もう1年ですかね。フルハイトドアをちょっと知った経緯というか、いきさつってちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、なぜこのフルハイトドアを。まあ、フルハイトドアは工務店さんが、全てのうちに使ってる、あ、我が社の売りはっていう感じで使われてて、そこで初めて知って、そんなドアがあるんだっていう、じゃあ今回あのお家を建たれたこの工務店さんの標準仕様っていう形で、はい、他の工務店さんとかからこうご提案とかはないんですか。なかったですね。まあ、ここの工務店の特徴としてはやっぱ手前天井まであるのが特徴で、はい、で、はい、他との比較の差にはなりましたね。フルハイトドアを、の様子を見てから、違う工務店のお家を見ると、あ、なんか上のこれが、今まで上のこれがすごい邪魔だなって思って、じゃあ初めてそのフルハイトドアと他のドアのこう違いを見比べるようになったっていう感じですか。そうですね、住まわれて、まあ、フルハイトドアつけられて、その時どう思われましたか。やっぱもうすっきりしているのと、天井が続いていて床も続いているので、なんか空間が仕切られていない感じに感じられて、すごく広く、そうですよね。もうやっぱりこう開けた瞬間に、ね、こう空間がまたね、つながり、ずっと続いてますもんね。じゃあもう本当に住んでみて初めてフルハイトドアの空間を味わったっていう、はい、形ですか。ありました。もう大好きです本当に。ありがとうございます。気に入ってるポイントっていうのはございますか。まちゃんは気に入ってるポイント、まちゃん、まちゃん、まあ、やっぱりさっき もあの繰り返しになるんですけど、僕も初めて住むんですよね、こういうあの
何もないところが、でそれはやはり他の家に行った時にうちのドアの方がいいなと思いますそれも比較ですよね。そうですね。以前に住まわれた家もやっぱり背がこう、まあ、普通の2メーターぐらいのドアで、はい、でやっぱりもう住んでもうその背の高さとこの空間のつながりを実感されたわけですよね、うん、はいはい、うん、もう本当に私はもうさっきも繰り返しになっちゃうんですけど、うん、もうあの床が続いていてっていうことで仕切られていない感じがするのがすごく好きです、ね、はい、継ぎ目もないですしね。あのよく下にレールがあったりするじゃないですか。 ありますね。それも全くないので、じゃあもしもですけど、これが前のお宅のような2メーターのドアで、うん、まあ、この生活だったらどんな圧迫感を感じると思います、うん、あのとにかく上になんかついていないのかすごい気持ちいいので、それがつくことになるんですよね。そうですね、うん、あの妻が家を建てるときに天井が高くしたいっていうのがあって、天井だから230とか30とかをちょっと上げたのと、あとこっち側もこう上げているので、そうですよね、天井高いですもんね。それがまたすごく生かされてるなと思います。をまずいつどのような形でちょっとお知りになったのかお伺いいただけますか。工務店をにあの願いした時に、うんうん、建てる途中かの途中、うん、あのお話をしている時に、うん、あのドアップの話は聞いていて、あ、こういうドアをつけれるんですけど、うん、後でその安く買えるようなそのプランもあるんですよというのは教えてもらってました、うんうん、あ、はい、じゃあ、工務店さんからご紹介いただいて、じゃあその時どういうふうにそのドアップって思われました、そういう仕組みというかサービスというか聞いた時、その時はですね、まあ、実際にまだ必要を感じなかったので、あ、そうですね、あ、まあそういうのがあるんですね、いいですねっていう感じで、うん、まあ、自分たちが使うとは全く思ってなかったですね。じゃあ、あの、まあ、そういうちょっと仕組みはご存知だったけれども、まだどういう時に使ったらいいかちょっと分かんない。そうですね、例えば壊れた時とかそういう時に使えるのかなと思ってました。住んでみて、うん、で、あの住んでみてからドアを閉めると光が入ってこないっていうことに気づいて、うん、もうあのプランニングとかしてた時は全然気づかなかったことで、実際住んでみて光が入ってこないって思って、うん、ここにガラスが入ればいいのになって思ってたんですけど、うんうん、それを工務店の人に言ってみたら、うん、あ、こういうサービスがあるんだよって聞いて、うん、はい、もうぜひやりたいですってはいはいはい、はい、じゃあ、以前伺ってたけれども、はい、その、まあ、住んでみて気づかれて、はい、もうちょっとドアップのことはもうその時はもうもう頭に忘れていましたね、はい、で相談したら、うん、あ、またこういうのがあったんだっていう、そう、あの、まあ、メンテナンス のものだと思ってたので、はいはいはい、ガラスも入れられるのって、はい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 、そこでびっくりしてっていろいろ資料とかいただいたりとかしました。まあ、今回そのドアップをする前にちょっと施工の練習をあの、うん、来ていただいたじゃないですか。 あれやってみていかがでしたか。あのやっぱりドア重そうなのも分かったんですけど、うん、実際も吊られてるので重さも分かんないですし、はい、あと、まあ、実際やるとしたら妻と2人でやるので本当にできるかなというのがすごい心配でしたね、うんうん、でそれで実際行かせてもらった時に、うん、あ、こんなに重いんだっていうのも分かったし、あと、まあ、そのどうしたらこう、うん、取れるとか、どうしたらこう、うん、あのできるっていうのを一回練習できたので、うん、もうイメージができていたので、はい、すごく安心感につながりましたね。あの多分普通の1枚ドアだと、うん、カタログ載ってる通りって感覚だったと思うんですけど、うん、今回2枚のドアだったんで、はい、どれを選んだらいいかっていうのはやっぱり分からなかったんですけど、うん、のメールの申し込みで確認したらすぐに教えてもらえたので、うん、はい、すごい詳しく教えていただいたので、はい、分かりやすかったです。 ありがとうございます。ドアップの価格についてどう思われましたか。私全く分かってない。もう全部自然にお任せで。あの
やはりあのドアップと、はい、あのドアップじゃないパターン多分両方乗ってたと思うんですけど、はいはい、それを見た時に半額以下だったんで、はい、安く感じましたね。あの妻ともやっぱり話をして、あの正直な話やっぱドアを変えるとか、うん、我慢すればいいんじゃないのとか、そういうのは思ってたんですけど、うんうん、あのドアを変えることは私のお誕生日プレゼントだった。誕生日プレゼント何がいいって聞かれて、ドアをドアップしていただいたんです。すごいなんか涙が出てきました。ドアをプレゼントないですよね。本当にその発想がもうご主人にもちょっと、拍手したいです、ね。でも値段の話になるんですけど、私の値段を見ながら、ちょっとこれはちょっと自分たちの、ね、結構だなと思いながら、でもドアップの値段を見るとやっぱり安く感じて、うん、これだったらいいかなっていうので。誕生日プレゼントに、すごいもうすごいお誕生日プレゼントで、もうすごい快適に暮らせているので、それがあの感動に結びついて、本当もうあのすごい納得しました。こう誕生日プレゼントもうね、値段っていうのもあるんですけど、あの本当に明るくなって妻が喜んでいるので、それがまあ嬉しいですね。あ、そうですよね。あと子供もその向こう側で、まあ寝るときにこう子供が上に上がっていくんですけど、ドアを閉めてもその窓でこうやってバイバイってやってるので、はい、可愛らしい姿も。そうですね。でなんかそう、あの、まあ、みんなですけど、まあ、下から見せて見えるので、階段をこう割っていくまでこう手を振ったりとかしてるのがあって、まあ、よかったなと思います。たくさんお友達が子連れで来た時に閉めても子供がこう動いてる様子が分かるので、あ、今上行った、今下行ったとか、お様子がもう見て取れる、うん、よかったです。まあ何よりでも光ですよね。あ、そうですね、本当に明るくなりました、うんうん、そのやる前にこう、まあね、ちょっと重さのこともあったと思うんですけれども、うん、あのこう不安とかもうちょっとこういうのを知りたかったとかっていうことありましたか？まあ不安はやっぱりあって、うん、まあ、ドアが送られてくるんですけど、うん、送られてくるんですけど、うん、送られた後元のドアはいつ返せるのかなとか、はい、この置いておく場所が家にあるかなとか、うん、あとまあ普通に2人だけで、うん、あの注文する前は練習してないので、うん、2人だけでできるかなとか、うん、そういう不安はやっぱりありましたね、うん、最初は。じゃあその引き取りサービスがあるっていうのはいつご存知になった感じですか？まあ多分資料の中にも書いてあったし、うん、あの多分あの問い合わせをした時にどういうふうになるんですかっていうのは確認させてもらって、うん、それではい、分かりました。うん、じゃあもう事前にやっぱりちょっとお問い合わせのところである程度解消できたっていう感じですかね。はい、ドアップをまたもしやってみたいところがあればやってみたいと思いますか？あ、もし、うん、猫とかを飼ったらドアを つけるやつを次はやりたい。猫を飼ったら、ね、はい、そしたらの誕生日プレゼントは猫か。まず猫か。まず最初に誕生日は猫なんだよ。だから 猫欲しくでしょうが。猫かい、猫いい。あんなに大変。あ、もう決めてるんだ。その時も気軽にできるってことも知ってますし、一度経験されてますからね。